さあ今回はシード選手が一般営業のコースにいたらという動画です。ちなみにいきなりイーグルが来ます。すっごいな。今回ラウンド撮影をさせていただきましたのは小斉平優和プロ23歳です。昨シーズントップ10が5回ですね。衝撃的でした本当に。しかも朝の練習アプローチをしただけなので今のが一振り目二振り目なんですね。そしてこのイーグルパット、すごい。前半だけアマチュアなりの目線で気づいたことを話していこうと思います。これもなぜか3番アイアンがバックに入っていなくて250ヤードぐらい飛ぶ5番ウッドでオーバーしてました。で奥のバンカー入って、これグリーンが下ってて我々すっごく嫌じゃないですか。見事なサンドセーブ。ナイスパ。今回たまたま共通の知人がいましてラウンドが実現しました。まあまず何がすごいってこの音ですね。ドライバーアイアンはもちろんなんですが、このウェッジの音もまあすごい。基本的にはほとんどワンピン以内についていました。あとはバーディーパットがもう入るか入らないかの世界ですね。そして音がすごいとか、まあ飛距離が出るというのは当然のねことだと思うんですけれども、このアドレスに感動しました。毎回丁寧に入って目標にロックオンしてる感じなんです。でスイングを見ていますとインパクトゾーンがまあ長いですね。私の大好きな背中側からクラブが来てドーンという強烈なこの押し込み、いやどんだけ押すんですかという、携帯の待ち受けにしたいぐらいの画面ですね。これ太い軸を中心にクラブが本当に吹っ飛んでいくように見えて砲丸投げみたいな感じです。でまた不思議なのが豪快なんですけど振ってる感じはしないんです。多分ご本人の中ではライン出しぐらいの感覚で挙動がとても安定してます。この日も寒い中ではあったんですが何回も300ヤード超えてて私は50ヤードから60ヤードぐらい置いていかれてました。で実はこの時に毎回プロと同じ目標、スタンス、ボール位置で私打たせてもらってるんですね。そうしましたらすごく面白い発見があったのでまた動画にしたいなと思ってます。スイングをね真似するのは難しいですけれども、目標の取り方とかあと出玉でゴルフが変わりそうな気がします。この3番ウッドはティーアップしないでターフ取ってました。すごい球ですね。本当にボールをポケットから出してポトって置いてもう打つだけっていう。ここもいい音したんです。いい音。で距離もほとんど測ってなくて、もう体に多分距離が刻み込まれてるんだろうなっていう感じが見ててしましたね。これはコントロールされた緩やかなドローで、でドローもフェードも
打ち分けてね、もちろんいたんですが、曲げるというよりかは、本当、頂点から緩やかにそっちに流れるだけでした。ナイスバーディー。ここはコースなりにローフェードを打ちますと言ってから打って、とんでもない球でした。パー4の2打目は全部ウェッジですね。ですからこういった一般のコースでは多分バックティーでも物足りないんだろうなと思いながら見てました。最下点がボールの先っていうのはまさにこのことですよね。パターに関して言うと、ショートしたのは多分1回もなかったです。惜しい。必ずカップには届くように打ってます。この精度がないと多分男子ツアーでは戦えないんでしょうね。このアプローチもすごい不思議な感じがして、一瞬インパクトで止まってるように見えるんです。近くで見てるとフェースにボールが乗ってると言いますか、ボールに負けてると言いますか、なんかすごい不思議な感じ。私たちのアプローチとは全く違います。で、自分はね、下手で練習が足りませんというのをずっとおっしゃっていたのがすごく印象的で、この日も終わった後、すぐに練習場に行かれてました。本当に今年初優勝あると思うんでね、ぜひ湖西平ブロ応援してあげてください。ナイスです。海外の試合もよく出てますので、 PGA ツアーの選手と日本の選手何が違いますかって聞いたら、まあ、もちろん全部違うんですけど、ロングアイアンの精度が一番違うと思います、なんて話も教えてくれました。というわけで、まあ、正直ね、そんな真剣モードではないんですが、それでも前半2アンダーですか、34。興奮して喋りすぎてしまいそうなので、この後後半はゴルフ場の音のみでお楽しみください。どんどんバーディーいきます。それではごゆっくり最後までお楽しみください。ナイスです。
ましょう。ナイスです。どういうスタンスでどこに向かって打つんかなっていう。わあ、入る入る、うお、よし、いや、お見事。